ゃあちょっとねこのウォレットをタップしてクレジットカードを登録してみます。ペイ、スイカやクレジットカード、プリペイドカードを追加すると。プリペイドカードも追加できるのかな、後でちょっとやってみましょうか。 iPhone で Apple Pay を使って交通機関を利用したり、街中の店やネットショップで安心簡単にお支払いができます。次へ、クレジットカード、こっちですね。お、いきなり Apple Store にもう登録してるカードが出てくるんですね。ということはこれはもうセキュリティコードを入れるだけでひょっとしたらいけるのかな。これで次へ、トヨタファイナンス株式会社、そうですよ、クイックペイとして認識されるって書いてますね。同意する。お、カード追加中、出ましたね。TS3 カードセレクト、お、セレクトですよ。登録が完了しました。大きいの場合ですとここからファインとか薬局なら、スーパーなら3円とか、まあ各種コンビニですよね。これでもいいの？簡単。お、来た。来た。TS カードセレクトが Apple Pay で利用可能になりました。大きいの場合はビザなんですけどね。ビザでも全然いけますね。普通に買い物するだけだったらね。例えばインフォにするとどうなのかな。ああ、アプリがあるから。デバイスアカウント番号。Apple Pay ではクレジットカード番号の代わりにデバイスアカウント番号が使用されます。この番号はこの iPhone のみで使用できます。だって、カード番号からデバイス番号に変わるんですね。ご利用明細。ご利用明細は DS キュービックアプリから見てくださいってことですね。トヨタカードで TS キュービックカードのクイックペイでの、ね、お支払いが完了しました。じゃあ続いて au ウォレットっていうねプリペイドカードをちょっと登録してみたいと思います。これでカードを読み込ませるわけですよね。おお、すごい、一瞬で読み込みましたね、数字を。Apple Pay で利用するカードを設定中。あー、そうか、このカードはご利用できません。 Apple Pay の Pay で利用可能なカードかどうか確認してください。そうか、 au ウォレットは無理なのか。やっぱりさっきのカードはトヨタカードだったので、次は ID のカードを読み込ませたいと思います。ID はいわゆる三井住友系のクレジットカードですよね。クイックペイと ID の2つに登録していると、まあ、ほぼね、すべての店のウォレットに対応しますからね。早速、今から三井住友系のクレジットカードを読み込ませてみたいと思います。ウッキーの知る限りではね、近くだとマックですかね、マクドナルドとかがクイックペイは対応してなかった気がするんですよね。カード会社と通信中になってますね。お、Apple Pay で。おー、来たね。三井住友ビザカード&マスターカード。ウッキー、これもね、ビザカードなんでね。ちゃんと ID になってますね。カード設定中。ウォレットに追加。おー、追加されましたね。おし。ヤマハ M リテイリング FC ビザがウォレットに追加されました。このカードは ID マークの提示があるお店でご利用いただけます。やったね、ビザ。おお、ちゃんと一緒ですよ。しかしこんなちょっとマニアックなカードでもちゃんとこのジャケットっていうかこれがあるんですね。OK。 お、アクティベート完了。Apple Pay でご利用できるようになりました。完了しました。おー、いいですね。これで両方ともビザのカードだったんですけどね。クイックペイとこの ID に対応することができました。
次は鉄道に自由に乗れるようにスイカの登録をします。 APP ストアから検索でスイカ、これでできますかね。よし、開く。スイカ発行ですね。マイスイカ記名式、これで会員登録。ここまで行ったんですかね。クレジットカードを登録する、登録しないとありますね。クレジットカードを登録するにしましょうか。ご本人名義のクレジットに限ります。あ、ここでカード番号を打つんですね。こういう番号を打つだけでいきなりビザって判明できるんですよね。すごいな。チャージ金額を選ぶ。とりあえず1000円でいいのかな。ご登録いただいたクレジットカード、マイスイカ記名式でウォレットで利用できるようになります。残高1000円、カード名称がウッキーの iPhone スイカ。次、同意する、カード追加中。お、ウォレットに追加中になってますね。お、カード追加。次へ。おー、エキスプレスカードに設定完了。改札機を素早く通過するためにタッチ ID を使わずにスイカをご利用になれるよう自動設定されています。この設定は後でウォレットと Apple Pay 設定にて変更することができます。完了。完了を押すと、いけた。こういうパスワードを入れるってことですか。タッチ ID を使う。うん、なんかいけたっぽいですね。チケット購入、スイカ管理、ウッキー iPhone スイカ。ここでクレジットカードの登録とかの変更ができるわけですね。登録可能なクレジットカードはビューカードマークのついたカード以外にビザ、JCB、マスター、アメリカンエクスプレス、7ブランドとなります。そんなにたくさんあるんですね。そして、このウォレットを見ると、お、ちゃんとスイカがいますね、ここに。タップ。おなるほど。これでスイカで買い物もできるし、解説も通れるってことですよね。素晴らしいです。じゃあこれでクイックペイとこの ID とスイカの3つが登録できましたね。無事これで大概どこでも行けるんじゃないでしょうか。無事とりあえず登録が終わりました。では今からこの登録したスイカで改札を通ってみたいと思います。スイカでお支払い決済もできました。この続きはおまけ動画もね、皆さんに見ていただきまして、
今回の動画は終わりしたいと思います。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。